にちは。羽生です。こんにちは、羽生。フィギュエモンです。先日、羽生結弦選手がいない NHK 杯が終了しました。はい。こんな中で、先日の動画で羽生結弦選手への応援メッセージを募集したところ、本当にたくさんのメッセージが集まりました。すごい。ということで、今日は羽生結弦選手へお届けする全世界から感動の応援メッセージというタイトルの通り、皆様からいただいたコメントを徹底的にご紹介していきますね。本気でやります。メッセージがとても多かったので、この動画1本ではご紹介しきれないので、次回以降の動画でまたコメントをご紹介していきたいと思います。いいですね。また、その他に、今週のパンニューライフとして、フィギュエモンが先日の NHK 杯に行った時の様子、そして最後に視聴者の方からフィギュエモンに届いたある驚きのものをご紹介しますので、ぜひ最後まで楽しんでくださいね。OK。こんな感じで、このチャンネルでは、羽生結弦選手、フィギュアスケートに関する話題を毎回ご紹介しています。あ、美味しい。羽生結弦選手をオリンピックシーズン全力応援していきたいという方は、ぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。してチャンネル登録をすると、動画以外にコミュニティの配信を受け取れるようになります。このコミュニティでは、リアルタイムの情報を不定期で発信しています。最近だと、この羽生結弦選手の曲名をいち早くコミュニティでご紹介しました。また、9月に始まったメンバーシップでは、もうすぐ3ヶ月目を迎えようとしています。より濃度の高い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。メンバーシップの内容にご興味がある方は、メンバーになるボタン、または説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると、説明動画と特典が確認できますので、ぜひ見てみてくださいね。OK。ってことで、早速、羽生結弦選手への応援メッセージをご紹介していきますね。OK。OK。OK。海外の方からのコメントは、フィギュエモンが皆さんに伝わりやすいように意訳していますので、よろしくお願いします。OK。では、最初にご紹介するのは、スペインのネカネ・フルトス・ガルシアさんからのコメントです。最も重要なことは、ゆずる、あなたの健康です。実は、私はあなた、つまりゆずるの信者でおばあちゃんだから、苦しみはあなたが想像するより大きいんですよ。苦しいけど、私はあなたをとても愛しています。私にとってあなたはこの世ですべてです。そしてゆずる、あなたは世界にとってあまりにも大切な存在だっていうことを気づいているのでしょうか。お願いです。あなたの体をどうか大切にしてください。羽生選手が世界でとても重要な存在であることをネカネフルトスガルシアさんはご存知なんですね。お気持ちが伝わってくるコメントありがとうございました。次にご紹介するのはクルリンパさんからのコメントです。昨日はNHK 杯の羽生くんの10年の奇跡を見ました。怪我は4週から6週らしいけど、焦る気持ちはあると思うけど、羽生くんのカムバックを待っています。次に羽生くんの演技が見れるのを待ってます。これはとても素直な気持ちですね。戻ってくるのを待ってるよ。そういう気持ちのファンは大多数じゃないかなって思います。次にご紹介するのは、
清見元村さんからのコメントです。おはようございます。ゆずくんが元気になることだけが今は一番大事。頑張ってゆずくん。元気な姿を見たい。それだけを望んでるファンは多いかなって思いますよね。次にご紹介するのはゆずママさんからのコメントです。おはようございます。一日も早い回復を心から祈っています。どうか無理だけはしないでほしいと思います。完治するまでいつまでも待ちます。ずっと応援します。ゆずママさん、コメントありがとうございました。完治するまで待つっていうのは本当にたくさんの羽生選手のファンが言ってた言葉でしたね。ピョンチャンオリンピックシーズンの怪我を乗り越えているからこそ羽生選手のファンは強い人が多いのかもしれません。では次のコメントはアフリカンス語でデボラ・イングさんからのコメントです。私たちは本当にゆずるがスケートを滑ってるところを見るのが大好きなんですが、それよりももっと価値があることを言うと、それはゆずるの幸福です。あなたがすぐに回復することができたということになったら、私たちはそれを聞いて大喜びします。でもその喜びはゆずるの足が完全に回復した場合です。ゆずるの足が回復したのなら、私たちはあなたから素晴らしい報酬を受け取ることができるでしょう。でも一つだけ言っておきます。あなたの心を大切にしてください。だってあなたはどんな時でも最高でしかないのだから。デボラ・イングさんはどちらにお住まいなのでしょうか。素敵なコメントありがとうございました。次は炎上ジャキコさんからのコメントです。おはにゅうございます。イギエモンファミリーの皆さんと力を合わせてゆずるくんを応援していきましょう。羽生ゆずるくん、治療リハビリ頑張れ。帰ってくるのみんなで待ってます。苦しみの後に幸せがいっぱい待ってる。炎上ジャキコさん、力強いコメントありがとうございました。私たちが応援していることは羽生選手にも伝わってますね。ってことで次は宮地澄子さんからのコメントです。昨夜過去10年の羽生結弦選手のビデオを拝見しました。大変な努力だったんですね。でもファンはあなたの体を心配してます。ゆっくり治療に専念してまた復帰してください。やっぱりね、体を心配するのがファン心ですね。フィギュエモンもそうです。足、体がとても心配になることがありますが、すごい苦難を乗り越えて今がある羽生選手ですから、きっと最善の形で戻ってきてくれると思います。次はナオミさんからの応援メッセージです。羽生くん、いつも心を震わせる演技でみんなの光でいてくれてありがとうございます。私はピョン落ち、オリジンで沼落ち、今年の4月スターズオンアイスで初めて生で鑑賞でき、オープニングで暗闇から現れたブライツ兄さんを目の当たりにし、とうとう底なし沼に落ちました。ただただ祈るしかできませんが、世界中のファンと共にずっとずっと応援しています。ナオミさんの素直なメッセージ、なんか響きますね。きっと同じ気持ちの方がたくさんいらっしゃると思います。 OK ってことで次はスペイン語でヤエル・オヒツジ座さんからの応援メッセージです。皆さんの応援コメントを読むのが
実はとっても面白いんですよね。フィギエモンの解説から、ユズルがファンに多くの感情を呼び起こしてくれることが分かりました。私はフィギュアスケートの世界に詳しいわけではありません。だから、とにかく羽生選手がスピーディーな回復を祈るしかありません。肉体的、精神的な力をすべて回復させたら、今よりももっと力を込めて憧れの夢を叶えましょう。まだまだ可能性にあふれている。それが羽生結弦です。ヤエルおひつじ座さん、いつもコメントありがとうございます。そうですね。休むとき、力を入れるとき、それはタイミングがあるかもしれません。では、次にご紹介するのは、田口京子さんからの応援メッセージです。毎日、ため息出てしまう心境ですが、グランプリシリーズ見てると、やはりゆずの演技にはかなわないと感じてみました。オリンピックに間に合わなくてもいい。彼のやりたい演技ができるまで待ちましょう。唯一無二の素敵な演技を待ってます。田口京子さんの染み出るような応援メッセージでしたね。次はみかんさんからのコメントです。おはにゅうございます。心配が現実となりショックでしたが、ファンの皆様の回復祈願が羽生選手を元気づけて一日でも早く復帰できると信じています。頑張れ羽生選手。待ってますよ。みかんさん、ありがとうございます。信じる心、伝わってると思います。次は、木下泉さんからの応援メッセージです。ファイテンをつけ、NHK 杯、エキシビ会えるとウキウキしながらの仕事。励まされていましたが、悔しいですね。本人はもっと、毎日祈ってます。健康でファンの皆さんと、一緒に喜びや癒される日を。ありがとうございます。そんな日が絶対来ると私は思ってます。次のコメントは、マグマグさんからの応援メッセージです。毘沙門天のお寺にまた行ってきました。ポジティブな言葉がいいと知り、羽生結弦選手が一日も早く健康を取り戻して、その健康をお守りください。羽生選手が思い描く4回転アクセルを認定試合で決め、プログラムを完成した形で演技をすることができることにお力添えください。と祈願してきました。お賽銭にいい金額を教えてもらったので、それをさせてもらいました。曇ってた空から、その時だけ日差しが入り、お寺を出るまでその日差しが入ってきてました。羽生選手を受け入れてくれたような気がしました。羽生選手へ、どうぞ、羽生選手の願いが叶いますように。そして待ちます。羽生結弦選手が戻ってくるまで。だから慌てないでしっかり直してください。待ってる間もずっと応援してます。羽生くんからもらった光を今こそ私たちファンから送ります。マグマグさん、素敵なコメントありがとうございます。お参りに行かれたんですね。祈りを捧げることは力になります。きっと羽生選手に届いていると思いますよ。OK。次は増田房子さんからのコメントです。ゆずるくん、焦らずゆっくり休んで元気な姿で表情に戻ってきてくれるのを楽しみ待ってます。くれぐれも無理をしないでね。増田房子さん、ありがとうございました。フラットなメッセージ、すごくいいですね。では次に、うずきさんからの応援メッセージです。昨日歩いて数分の氏神様と隣接の毘沙門天様に皆さんの思いとご加護を祈願してきました。勝利のお使い、
ヤタのカラスが羽生選手を導き舞い降りる。その姿を思い描きながら氷上に戻ってくることを待っています。どうか無理だけはなさらずに。宇月さんも毘沙門天にお参りされたんですね。天と地ときっと素敵な演技ができそうな気がしますね。次はチロママさんからの応援メッセージです。おはようございます。初めて NHK 杯の特集を拝見させていただきました。この10年間のゆずるさんの活躍を目の当たりにして、なんて素晴らしい選手なんだろうと知らなかった時代を悔やむとともに、なおさら今のゆずるさんを心から応援するとともに、全力でゆずるさんのなされようとしている夢の実現のため、いつまでもお祈りして待っています。焦らないで、ゆずるさん。チロママさん、ありがとうございました。羽生選手のファンになった時期は、人によってまちまちだとは思いますが、知らなかった時代を今なら映像で振り返ることができます。羽生選手がいない時期に振り返るっていうのももしかしたらいいかもしれませんね。次はうさこくまさんからのコメントです。先日私も地元の神宮さんにお参りさせていただきました。今は黄金の羽をお手入れして着々と思い描く完成形の演技披露、目標達成へと準備期間中、応援しつつ静かに待ちます。羽生結弦ファンですからですね。羽生結弦ファンは我慢強いんですよね。一緒に辛抱強く待っていきましょう。ってことで次はアプリコット A さんからのコメントです。清明神社ですけど、前と同じように怪我からの復活のお祈りをしてもらいました。羽生選手、みんなの応援感じ取って焦らずしっかり直してくださいね。アプリコット A さんもお参りに行かれたんですね。本当に羽生選手への愛があふれるファンばかりでびっくりしちゃいますけど、だんだんお参りに行くのがスタンダードっていう気分になってきましたね。次の応援メッセージは、ポルトガルのイザベル・ソーサさんです。イザベル・ソーサさんは日本語でメッセージをくださいました。フィギエモンさん、お元気にお過ごしでしょうか。あとは、羽生さんのように強くなって、何事にも無条件でサポートすることですね。羽生さんはたくさんの逆境を乗り越えて、さらに強くなっていますね。次の幸せの第一歩だと信じたいです。ゆずさんを心の底から尊敬していて、いつもベストを尽くしています。彼には自分のための時間が必要です。なんといっても彼は多くの人に多くのものを与えてきましたから、彼が体、心、精神を回復するために必要なだけの時間を取れますように。フライユーズ。わあ、本当に素敵なメッセージありがとうございました。羽生選手の心と体は今時間が必要な時期ってことなのかもしれませんね。羽生選手のファンは羽生選手と同じように無条件でサポートする心をお持ちの方が多いなって思います。羽生選手も海外からの全力応援、すごく嬉しいと思ってると思いますよ。 OK ってことで次は琴城主さんからのコメントです。神社様にお参りしてきました。毘沙門天様がお祭りされた神社様ではありませんが、神様にまず奉納感謝を書かせていただき、あとは被災被害地の復興、そして本題、羽生選手のことをお願い、3種類の絵馬をお参り後吊るしてきました。ファミリーの皆さんと共に応援していきます。琴城主さん、ありがとうございました。
一緒に応援していきましょう。次は高橋よしこさんからの応援メッセージです。フィギュエモン様こんにちは。羽生、自分の毎日が NHK 杯で羽生選手を見れる楽しみにどれほど支えられていたかがつくづくわかりました。羽生選手ご本人の悔しさはどれほどかと胸がいっぱいですが、心強いファンを思いやるメッセージまで届けてくれて、表情に元気で美しく舞うあなたの姿を見れるなら、世界中のファンはいつまでも心を一つにしてその時を待っています。どうか回復を焦らないでほしいです。高橋よしこさん、温かいメッセージありがとうございました。私も NHK 杯で羽生選手を見ることをどれほど楽しみにしていたのか、怪我のニュースを聞いて思い知りました。それでも羽生選手は100も承知で頑張っていたことを考えると心が痛みます。でもこれは素晴らしいことが起きる途中と思って静かに待ちたいと思います。次はとしゆさんからのコメントです。ゆずくん、 NHK 杯楽しみにしてたのに残念でショック、つらい。でもゆずくん怪我早く治して復帰してほしいです。ありがとうございます。なんか素直な気持ちのコメントですね。読んでてしっくりきてしまいました。では次に津島まやさんからの応援メッセージです。羽生選手が怪我が回復して元気になってほしいです。いろんな動画見ながらお祈りしてます。世界中でこの祈りがどれほどされたのでしょうか、計り知れないですね。次のコメントはけいこさんからのコメントです。羽生結弦選手が健康でいてくれることが全てです。あー、なんか真理ですね。健康で元気でいてくれるだけで、それだけでいいと思っているファンはとっても多いと思います。次は滝沢貴子さんからの応援メッセージです。こんにちは。羽生、元気な声が聞けて嬉しいです。羽ネックレス届きました。ケースもいい。こうして私たちファンが元気にしているのが一番いいのかなって思います。その通りですね。私たちが悲しみに暮れていたら羽生選手も悲しいと思います。だから元気に応援していけたらなって私は思ってます。次はプーイテザさんからの応援メッセージです。こんにちは。羽生、午前中の東和薬品さんからの羽生さんのインタビュー動画を見て、羽生結弦さんの決意で挑んでいる 4A が現実になると確信しました。今はゆず羽を休めてください。また笑顔でただいまと言ってくれる日まで、氷の上に乗れるまでお待ちしています。絶対に前に進む羽生結弦さん、羽生さん待ってますよ。プーイテザさん、ありがとうございました。東和薬品のインタビューでは力強い決意が羽生選手の言葉から顔から見えましたよね。あのインタビューを見てると本当に私も力が湧いてきます。くじけそうになったらあのインタビュー動画を見ようかなって思ってます。では次はスペイン語でコメントくださったルイーザ・エスピノザさんからのメッセージです。強くなれ。ゆずるの大切なその足のケアを最大限にしてください。私はゆずるのフィギュアスケートが何より大好きなんです。祝福します。ルイーザ・エスピノザさん、ありがとうございました。わざわざ日本の YouTube チャンネルに応援メッセージを寄せてくれたことに情熱を感じましたね。次にご紹介するのは東村久美子さんからのコメントです。東日本大震災以来、
様々な天災、人災を受けている方々に寄り添い、自身も理不尽な人間の闇ともたおやかに戦い、公の場では決してその扱いを非難することなく、穏やかな笑みと限界を超えて挑戦し続ける姿を見せてくださり、世界中の人々があらゆる壁を越えて勇気づけられていると思います。目には見えない大きく理不尽な力と戦うことがどれほどのエネルギーを使うことか想像もできません。繊細な肉体と精神の持ち主でありながら、人間そしてフィギュアスケートの美しさを高らかに示してくださり、ただただ感謝の念でいっぱいです。人間に生きることに希望を見出せてくださるあなたの生き様は、まさに暗闇の中に差す一筋のとてつもなく強く明るい光です。日本に生まれ、そして今の時を共に過ごさせてもらえることの幸運を多くの人が感じていると思います。心身に受ける様々な痛みがどれほど大きいものなのか想像もつきません。羽生家の息子として安らげる機会を今は多く持ち、さらなる飛躍、高みに向かって充電時間として十分に味わってください。どうか自分を責めないでください。ご家族、コーチのみならず、世界中の人々があなたの心身の回復を気長に心から願っています。共に過ごす人々が地球規模でいることを心に留め、焦らずゆっくりと治療回復に努めてください。いつもありがとう。ゆっくりじっくり休養してください。同い年の息子を持つ長崎の母より、東村久美子さん、心の曇った応援メッセージありがとうございました。羽生選手への感謝と応援、愛にあふれている言葉たちは本当に素敵でした。ってことで、まだまだメッセージはあるので、次の動画でまたご紹介させていただきます。応援メッセージまだ受け付けてますので、この動画のコメント欄に羽生選手への応援メッセージを書いてくださいね。 OK。 ここからは今週のファンニューライフってことで、はい、ここ原宿駅に来てます。はい、やる気満々に見えるかな。はい、原宿駅新しくなったからね、このビルも新しいビルですね。じゃあ早速代々木第一体育館に向かっていきますね。すごく晴れた気持ちいい日でした。この右側は明治神宮で、あの屋根が見えるあそこが代々木第一体育館ですね。目指すはあそこです。で、ここが明治神宮ね。明治神宮から見た原宿駅方面です。明治神宮もね、行きたかったですけどね、ちょっと行く時間ないので今回は行かなかったです。はい、お、見えた見えた、これが代々木第一体育館ですね。綺麗な屋根が目印です。でね、絶対この歩道橋を渡るっていう感じになってますね。はい、ビギエモンプーさんはパチリでね、意外と人あんまりいないかなっていう感じでしたけど、開演の15分ぐらい前かなですね。で、ここにだけ羽生選手いましたね、ど真ん中。はい、羽生選手いないのでこのパネルでフィギュアも撮りました。でもう帰ってきてます、早い。
もうね、やさぐれフィギエモンプーさんでビール飲んでやさぐれてます。羽生選手出ないからやさぐれてます。まあ一応練習するかってことでビール飲みながら練習します。はい、どうすか。はい、ビール飲んでます。まあ、エキシビジョンが終わってすぐねここに来てご飯食べました。なかなかねこのプーさんとビール合うような合わないような。でこの韓国料理屋さんでねビビンバ食べましたね。美味しかったです。ほかほかして美味しそうでしょ。でここからは、はい、うちに届いた、なんとプレゼントというか、なんかね急に届いたんですよね。誰からだと思いますか。お、これお写真、レイミー様です。かっこいいね。はい、これはマスカレード様です。結構大きいねこの写真、すごい。まだまだあるよ。おお、かっこいいというか綺麗な、素晴らしいショットですね。綺麗で、それと一緒にまだ入ってました。何が入ってるかな。お、なんかブロマイドみたいな感じになってる。羽生選手のブロマイド。でまだあるよ。はい、お、これは全日本の時かな、ウィンク羽生です。ウィンク羽生で、これがマスカレード様。おー、なんかすごいね。お、ブロマイドだ。これもブロマイド羽生です。すごすごいよこれ。でこれどなたがくれたのかっていうと、はい、じゃん、フィギエモンさんこんにちは。先日は新聞ありがとうございました。そう、送ったのね私。この写真はスマホでダウンロードした画像をカメラ屋さんでプリントしました。っていうことで、これね、なんかめめみさんからプレゼントしていただきました。ありがとう羽生です。すごい嬉しい。今度からねこう飾ろうかなって思います。ってことで、まだまだたくさん羽生ライフがあるのですが、これもまた次回ご紹介しますね。いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。今日は羽生結弦選手への応援メッセージ募集のお知らせ、そして今週のファンニューライフ、めめみさんから届いた素敵なお写真をご紹介しました。次回も引き続き皆様から応援メッセージ動画をアップする予定です。ぜひあなたのお気持ちをコメントに込めてみてくださいね。フィギエモンでした。さようなら。